北朝鮮のキム・ジョン・ウン朝鮮労働党委員長が故キム・ジョン・イル総書記の六魔こと意味を控えて、両鉱道さん池淵郡に新たに建設したジャガイモ粉生産工場を視察した。ここはキム・ジョン・イル総書記の故郷である。北朝鮮の官営朝鮮中央通信は6日、 金正恩同士が新たに建設された三池淵のジャガイモ粉生産工場を現地指導したと報道した。通信によるとこの工場は延べ床面積27,920平方メートルで、年間生産能力が4,000トン。ジャガイモ粉生産建物とジャガイモ加工品生産建物、2万トン級のジャガイモ貯蔵倉、補助建物、 労働者合宿所を備えている。